ジャッジ MCU です。本日は皆様に紹介したいアイテムが一つあります。それはですね、こちらファミリーコンティニューの CD 探偵 EP にございます。こちらのですね、探偵 EP、 大阪はゲーム探偵団さんで限定発売させてもらった商品になります。まあ、ゲーム探偵団ということでタイトルの方も探偵 EP、 そしてその中身入っている楽曲の方もですね、探偵神宮寺三郎、そしてさんまの名探偵、まさに探偵尽くしということになります。で、この探偵神宮寺三郎、そしてさんまの名探偵、このナイスクラシックゲームの曲をお料理させてもらって、そこにリリックを書いてバコッと詰めて、俺らなりのスタイル、そうチップホップという楽曲に収めさせていただきました。そんな可愛い楽曲たちをですね、今日は少し紹介させてもらえればなと思っております。で、今回触れたいのは、この探偵 EP に入ってる2曲のリリックについて、自分がちょっとアピールしたいところを2、3点紹介して、楽曲自体を聴いてもらいたいなと思います。それでは早速、スタート。まずね、探偵神宮寺三郎の方。こちらのね、リリックの方にはですね、神宮寺三郎シリーズのタイトル、これがちらほら隠れて、まあ、隠れてはないですけど、ちらほらリリックに埋め込んでると。スタイルを取らせていただきました。まず一つ目はですね、あの日の笑顔はもう戻らない、すべては時の過ぎゆくままに、時の過ぎゆくままにでございます。まあ、こんな感じに進めていきますよ。で、もう一つはですね、つかめない未完のルポ、こうやってね、入れ込むのね、結構好きなタイプなんですね。そしてね、三つ目。これはね、ツーバース目の頭。こちら。夢の終わりに儚い結末。という。で、この頭も頭。夢の終わり。という3本を、この一曲に詰め込んでみた次第でございます。こういうね、感じでいろんなものをね、詰め込んだりしてるんでね、そういうのも楽しみながら聴いていただけると、こちらも嬉しいなと思っております。で、これはシリーズのタイトルを入れたとかいうあれじゃないんですけど、自分で気に入っているラインをちょっと恥ずかしいですけど、一つ紹介させてください。それは、ワンバース目の静けさの中にある BGM、心の中だけで響いてるというラインですね。なぜここを選んだかっていうとですね、そう、探偵神宮寺三郎始まり、新宿中央公園殺人事件、こちらのゲーム BGM、 まあ、一部を除きますが、ほぼ BGM が存在しないんですねっていう音のみで、ほぼ存在しないということでも、有名なゲームなんですね。ということで、静けさの中なる BGM、 心の中だけで響いてる、まあ、自分で BGM をこう想像して聞き込みなりをしてるっていう思い出もね、あったので、ね、それを今回このリリックに詰め込んでみたという次第でございます。まあ、こんな感じでね、皆さんも発見そして突っ込みながら楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。で、次の曲、それはさんまの名探偵。こちらの曲の方には、まあ、さんまの名探偵のゲームにまつわる、まあ、細かい部分のワードを入れてみた。細かいとこそっから取ってきたっていうワードを入れてみたり、明石家さんまさんといえば、的なワードを何個か入れてるんで、まずそちらの方を紹介させてもらいたいと思います。まず一つ目はですね、粘り強くほら選べコマンド。こいつを知らなきゃちょっとコマンド。まあ、ダジャレなんですけど、これはですね、正解がここにあります。ファミコンさんまの名探偵の説明書。この中にですね、こちら7ページのここですね。これを知らなきゃちょっとコマンドと記されてるんですね。こういうですね、めんどくさい細かいところをですね、リリックに埋め込んでみました。そして二つ目。これはですね、ワンバース目の最後。諦めずに操作、そういうこと。いや、この場合言うなら、そういうこと。そういうこと。そういうこと。という、明石家さんまさんの、そういうことっていう
のここにもちょっと入れてみたいなと思って入れさせていただきました。そして最後、幸せってなんだっけなんだっけ、笑いある平和な街さということで締めさせてもらいました。幸せってなんだっけなんだっけっていうあの CM からサンプリングさせていただきました。そして笑いのある平和な街さっていうのは、なんかいかにも明石家さんまさんが言いそうな、わ幸せってなんだっけ、笑いのある平和な街やんけなんか言いそうな感じがしたんで、そちらも想像サンプリング、はい。そして次にこのさんまの名探偵で気に入っているラインを紹介させてください。それはですね、このさんまの名探偵のフックに当たる部分なんですね。因がどうとかメッセージ性がどうとかではなく、なんかこうキャッチーに作れたなと、勝手に思って、ここを選んでみました。 1,2,3 魔の名探偵、平和な明日を願って、 1,2,3 魔の名探偵、ほらカニカニどこかに、なんかこうさんまの名探偵をギャ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 ブン詰め込んだね、フックにできたんじゃないかなと自分なりには思っております。ということで探偵神宮寺三郎、そしてさんまの名探偵のプチセルフ紹介でした。ということで早速なんですけども、今お話しした探偵神宮寺三郎、そしてさんまの名探偵ワンバース、そしてフックのみですけども、皆さんに聞いてほしいなと思います。早速聞いてみましょう。はい、ということで探偵神宮寺三郎、そしてさんまの名探偵聞いてもらいました。またね、改めて聞くとトラックの方もねめちゃめちゃかっこいいんですよね。まあトラックはねいつも通り前面 DJ ショーなんですけど、ね、あいそうねゲームとかやらないんですけどね、だから逆にいいのかなと思っております。そしてね、この探偵 EP の方にはですね、もう一曲です入ってんじゃん。
それは探偵神宮寺三郎のリミックス、国尾 GB ミックスっていうのが入ってるんです。そう、チップチューンアーティストの国尾が作ってくれた、まあミックスしてくれた楽曲になっております。今日は特別に探偵神宮寺三郎国尾 GB ミックスをフルで聴いてもらいたいなと思います。それでは探偵神宮寺三郎国尾 GB ミックス、レッツプレイ。ウルトラクールガイじゃなくて渋な兄貴、彼の辞書にはない文字パリピ、静けさの中なる BGM、 心の中だけで響いてる眉間の皺は語る物語、かなり危険なシーンこの中に、あの日の笑顔はもう映らない、全ては時の過ぎゆくままに、戻せない時はあの日の君が逃がした心の青い鳥、掴めない未完のループ、塗り替えられない時間と嘘、記憶の中でザッピング、砂嵐を見つめカッティング、この世は罰な薬品みてえ、追うしかない殺人事件。俺の名は神宮寺三郎、水亀座のエビ型さ、今日もカミュで丸ボロ流し込む、なくならない事件を追っているのさ。夢の終わりに儚い結末、目を閉じても想像は眠らず、あっちこっち飛び回る現実、落ち着かすために書く演出、シリアスな顔して頭下げる、見た目はいいけど逆さまで、よく見りゃ目玉は魚じゃねえ、声上げるが喉はカラカラで、指先からまた煙が舞う、稲妻的食感が真相を指す、ワンデイ時にワンカートン、スモークをかき消すバンガード、俺は K より T より 110S、 どんなサブキャラより JS、 止まらぬ事件はまるでドラッグ、うつむいたままで流すコニャク。俺の名は神宮寺三郎、左指に丸ボロを持つ正統派の探偵さ何かあったら事務所まで来てくれ、多分君の力になれるから。聞いていただいたのはですね、探偵神宮寺三郎国尾 GB ミックスでした。もう百十半個ペタ素敵でございます。我々がやってるチップホップとは打って変わって、国尾スタイルのチップチューン、ファミリーコンティニューでもですね、こんだけ濃いチップチューンに乗せてラップするのは意外と初めてなんじゃないかなと思っております。なので我々もすごい新鮮でした。改めて国尾ちありがとうございます。そんな国尾からですね、メッセージもいただいてるんで、そちらの方もご覧ください。あの探偵 EP の探偵神宮寺三郎のゲームボーイ版のリミックスをさせていただいた国尾です。ですね、依頼をいただいた時にですね、まあ、なんかその割とゲームボーイなんでピコピコしたこう可愛い感じの音にできないかっていう、そのご依頼をいただいたんですけど、僕自身がですね、あの神宮寺三郎すごく好きで、ファミコンからプレステまで全部やってたんですよね。で、一番その、まあ、印象深かったというか、まあ、あの初めてやったのがあの時の過ぎゆくままにってやつだったんですけど、まあ、そのトラックをやっぱり入れたいってことになって、その通常のその操作を進めてる時の曲をその、まあ、題材にリミックスさせていただきました。で、割とですねかっこいい感じになったんじゃないかなと思ってるんですけど、ちなみに僕が好きなリリックがですね、あの俺は K より T より 110S っていう、まあ、そのリリックが入ってるんですけど、それがすごく好きで、まあ、なんで好きかっていうと、あの種明かしをですね、その制作中にしてくれたんですよね、僕に、ゆうさんが。で、まあそれは何かっていうと、K より T より 110S っていうのは、北島三郎よりも時任三郎よりも112三郎だっていう、まあそういうことらしいんですよね。で、まあめちゃくちゃ普通に笑ったんですけど、で、ちなみに僕の中で最強の三郎は古畑任三郎ですってことを言ったら、あの古畑任三郎は三郎だから S じゃなくて Z だっていう、そういうお答えが返ってきて、なるほどなと、まあ納得した次第でございます。部屋がですね、ちょっといろいろ散らかってるんで、こういう形の
出演になりますが。クニオでした。失礼します。ということで、クニオというかマジュニアでしたね。いい感じです。ということで、ガン。ファミリーコンティニュー探偵 EP のご紹介でした。もし気になっちゃったっていう人がいたらですね、大阪のゲーム探偵団に問い合わせしてみてください。まだあるかな？もう売り切れてる可能性もあるんですが、若干残ってるかもしれないんで、その辺確認の方すいませんがよろしくお願いします。ということで、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。ここでした。